伊勢名殿内の墓。伊勢名殿内の墓は、沖縄県那覇市メカルにある、琉球氏族、向井氏伊勢名殿内の墓。墓様式は、沖縄地方特有の亀甲墓で、付近の古墓群と一括して、国の史跡、メカル墓石群に指定されている。伊勢名殿内は、琉球王国末期の19世紀後半に、初代、伊勢名親方朝代が、伊勢名島、 伊平野党の掃除党職に任命されて設立された掃除党家である。掃除党家になった年は、家父が現存していないので不明であるが、1850年に、朝与が野村親方の名で、招待要即位の社恩福祉として、江戸登りをしているので、両党の掃除党に転任して、伊勢名親方を称するようになったのはそれ以降のことと、推測される。墓の建造年について、 トナカの間では初代、アサヨが、伊ゼナ島、イヘア島の掃除島に就任して、以降のことであり、その不審には、両島の人々も携わったとの言い伝えがあるが、様式的には18世紀にまで遡る、可能性も指摘されている。墓は、小高い山を3面切り開いて作られ、その掘った土で敷地を造成している。大きさ幅約22メートル。 奥行き約30メートル、面積は約660平方メートルと、喫魂墓としては県内最大級である。墓室内は天井がアーチ式で、正面には寿司亀を安置する棚が3段設けられ、左右にもそれぞれ川棚が設けられている。墓室内手前の運び込んだ遺体を安置して風奏にするシルヒラシュツクルと呼ばれる場所は、床石を外して、 棺が置けるように細工が施されている。墓口は現在はコンクリートブロックで塞がれている。墓室正面の左右に展開する袖石は儀の湾御殿の墓同様、各三段からなり墓の格式の高さを表している。墓室正面向かって右側の袖石には土地の神、膝を祀る祠が設けられており、喫鉱墓としては珍しい構造になっている。 墓室前の墓庭を取り囲む袖垣の石積みは相方積みである。袖垣の隅には隅塔と呼ばれる一際高い石が配されている。墓の門は一般によく見られるような墓庭を挟んで墓室に整体して設けられておらず、母室正面の向かって左側の袖垣から入るようになっている。貧墳は書くが、その代わり入り口は 本門と中門の二つの門からなるクランク状になっており、柳火事が直接墓に当たらないよう風水状の配慮がなされている。伊是名殿内の墓を含む付近のアメクチは戦後米軍に接収されて住宅施設が建設されたが、この墓は破壊を免れた。その後日米合意に基づき土地が返還され、この一帯の古墓群は1990年から1999年までの 約10年間、発掘調査が行われた。2007年、伊勢ナ殿内の墓は、付近の古墓群と共に、メカル墓石群の一つとして、国の史跡に指定された。ありがとうございます。